あ、さっきの角度より可愛い。じゃあこれで。やほやほ、うだちです。今日は YouTube の第1回の撮影ということで、ここどこ、ここです。ここどこ。今日はですね、うだちさんにポーカーをもらいます。ポーカーやったことあるよ、多分うだち 1,2 回ぐらい、多分遠い昔にやったんで、多分ちょっとわかるかもしれない。勝ちました。大勝ちしたと思うよ。大勝ち、うん、あ、そうなんですね。うだち運だけは強いからさ。ポーカー詳しいんですか？いや、全然わかんないですけど、あれって運があれば勝てるんですよね、確かに。運があれば。はいはいはい。なんか、まだまだ結構奥が深くてですね、でこれからのポーカーがめちゃくちゃ流行る予定なんで、ぜひ、うだちさんにも、はいはい、勉強してもらえたらなと思って。いやー、ちょっと才能出ちゃうな。大丈夫そう？大丈夫そう？才能出ちゃう。今日はですね、特別にゲストの方を用意しております。おなんと第1回からゲストが、もうポーカーに詳しい方を呼んでおりますので、はい、うわ、ありがとうございます。その人に教えてもらいに行きましょうか。あ、ぜひお願いします。ではでは、早速いきますか。ということで、ポーカーに詳しいユジンさんに来ていただきました。おー、ユジンさん。よろしくお願いします。あ、お願いします。あ、日本人ですか？日本人でやってます。日本人でやらせてもらってるんですか？よかったですよ、日本人の方で。僕たち本当に初心者なんですよ、はいはい、で、過去に多分 1,2 回やったことがあって、それぐらいなんですけど、初心者でも大丈夫ですか？あ、初心者でもすぐルール覚えればできるので大丈夫です。おー、結構簡単ってことです。ルールも簡単ですね、はい。あ、そうなんですね。改めてどういったゲームなんですか？はい、トランプを、はい、まあ、こう各プレイヤーに配るんですけど、はい、そのプレイヤーに配られたカードで役を作って、その役の強さで勝負するっていうゲームになります。うん、私運めちゃめちゃ強いんですよ、私。はいはい。だから勝てる気しかしないんですけど、運だけでも結構いけます。ちょっとだけこう実力もあります。はいはいはい。運と実力。はい。あとは度胸とかですかね。度胸、なるほどなるほど。度胸も兼ね備えてるんですけど。そうですね。この人向いてるってことですか、ね。はい、向いてると思います。あ、なるほど。じゃあちょっと今日は教えてもらいたいと思います、ユージンさんに。はい。